とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はマルチでタワーやってみようと思います。タワー更新されてるわ。更新されてる。じゃあこれ初見タワーですね。今回は21階までとなってます。マルチプレイなので難易度は難しいと思うんだけども、どうでしょうか。あ、間違えた。俺いきなり使っちゃった。まあみんなでね、ちょっと力合わせて21階まで登っちゃいましょう。いいね。クリスマスの夜にまさかこんなことをするとは。いやいや、いいんじゃないですか。どれぐらい難しいだろうね。ちょっと待って、21階だったら、あ、いや、ボス3体いる。うん。前の21階の時でも、ボスは3体いたので、まあ、いるんじゃないっすか。1階特になんもないね。スパイダーもいいけどね、軽減がないからね。いや、ここは俺はステイで行きます。はい。いや、悩んでるね。スパイダーを取ったのが2人だね。スパイダー、うん、まあね、回復もしてね、攻撃速度も上がるんで、良さそうだけども、そうね、一応、軽減付きで耐久力がある方で来たつもり。いやいや、6% 吸収だから、まあ、耐久力あるか。まあまあ、いいや。次のやつを俺は取りましょう。ちょっと待て待て、やば、あっぶね。あ、いや、食らってるわ。思いっきり食らってるわ。うん、なんか1回2回3回ぐらいがね、難しい感じになるんだけど、いつも。今回別そうでもなさそうだよ。テンペナイフか。いや、いらないな、ここは。うん、ちょっと待って、エンチャなんかいいのついてる？いや、ついてねえな。エンチャいいのはない。いや、TNT が怖い。TNT がなんか怖い。いや、大丈夫ね。ここでちょっとぶっ破してくれるんじゃないですか？OKOKOK。あ、いいね、この攻撃速度アップ。おぉ、いいわ。大丈夫か？うわぁ、怖い。多いな、すごいな。ちょっと待って、えぐいね、敵の数が。ちょっと待ってよ、待って、これ、あー、これは突っ込むと死ぬやつだね。突っ込むと死ぬやつで、あれか、やっぱマルチプレイだからかな、敵の HP がちょっと高いように感じるんだよね。マルチプレイだから難易度が上がってんのかな。いやー、いいやつがないね、本当に。いや、いいのないわ。いや、俺またステイで行きますよ。で、ここね。はいはいはい。どうだ？手前に出てきそうな感じではないね。オッケーオッケーオッケー。やっぱみんなまだ、あ、まあそっか、武器は別に何も出てなかったもん。おい、いっけーな、こいつは。いてえぞ。なるほど、後で結構出てくるタイプだ。かっけー、敵がかたいかたい。よっしゃ、いただき、ありがとう。で、下にもいんの、もしや。大丈夫。いや、この凍結がうっとうしいからね、そこはちょっと注意していかなきゃいけない。あ、これ雲は当たりだね。スパイダーアーマー、これ当たりかもしんない。うん、攻撃速度結構いいわ。地雷かな。剣上げたところでそんなに変わりはしないんだよね。でも地雷あんまりね、みんな持ってても邪魔になる可能性があるんだよな。
まあいいか、俺も地雷で行く。うん、ちょっと邪魔になる可能性はあるけど、ちょっとばらけた感じで行けば。お、やった、いいね。お、ここはちょっと、なんだ、ボンバーマンマルチになりそうか。これはみんなこっちでマットで倒す感じか。よっしゃ、しゃ、これちょっと矢があるからね。あー、大丈夫、よし、オッケー。矢はちゃんと取った方がいいからね。あ、ミスった。あ、まあ間違えるな、間違えるな俺。うー、あの合図をしようとしたらポーションを使ってしまうっていうね、なかなかのミスだな。ちょっとみんな取ったがいいよ。ほら、取らないんだ。いいや、まあいいや。輝くローブー、いや違うでしょう。羽ピョンできるね。輝くローブね。いや、ほんと難しいな。ちょっと待って。俺、無知で、うん。次がユニークだと仮定して、無知で行って、ツタの無知を作るわ。どうだ？ユニーク？あ、違った！違った！まあまあ、しょうがないね。まあ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 、まあ、俺は今回はちょっと無知でいこう。で、21回で結構短めなんで、これでいいじゃないですか。で、鋭利だな。あ、あ、ちょっと待って、金細工する前にすりゃよかった。ミスったなー。ミスったー。うーん、これ完全にミスったわ。まあしゃあないですね。ボス誰だ、ちょっと待って、この辺に出てくると仮定してちょっと置いとこう。どこに出てくる、あ、そっちかい。うわ、マジで。ちょっと待って、これ結構地獄だぞ。これ結構地獄かもしんない。マジか、これ、これきつい、これはまずい、これはちょっと、これやばいぞ、これはちょっとやばいぞ。これ相当やばい。うんうん、ちょっとみんなでこう最初に、そういう感じでいかないとちょっと厳しいと思うんです。いや、倒せないんかい。え、ちょっと待って、これ本気でむずい。ちょっとこれマジでむずいぞ。あ、ダメだ、これはやばい。これはやばい。これ武器選びからちょっと間違いか。おー、まあまあ最初にね、これでガストからまずやったがいいんだよね、まずはね。うん、おい、まずはガストなのよ。やっべー、ちょっと無理、なんとかいけない。あー、無理、無理か。ほんとね、これ一人でもねやられたりすると結構詰む。よし、オッケー、誰かが竹取ってくれればなんとかやれる。よし、オッケー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 、いける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 、ボコレボコレ、ガストボコレ、よし、オッケー。ダメだ、こいつ地雷に効かない、地
対効かないわ。あぶねえ、あぶねえ。ちょっと、今やろう。ボコろ、ボコろ、ボコれ、ボコれ。オッケー、オッケー、オッケー、いいよ、いいよ。ナイス。よし、いけたー。いけたー。地獄だったね。ここは地獄だったね。では行きましょうか。さらなる地獄へ。いやーこれみんな無知にしてこれ失敗だわ。槍だよね、槍だよね。ここはもちろんね。あ、ちょっと待って。あ、槍だわ。いやー参ったな今のは。今のは参ったな。オッケー。あ、ここもあれだね、よいしょ、支給箱があるから忘れないように取らなきゃね。ちょっと待ってね。ここは地雷でやっていくからね。おお、にしてもなかなかの場所やったね。なかなかの場所だったよ。うん、あ、まあまあここはね、うん、OKOK、槍で大正解。槍でうまいことね、つついていこう。OKOK。いいね。いや、さすがだ。みんなさすがだ。よし。おっ、固まった。やばい。終わりかな。あ、まだまだ。こっちにもいた。いった、痛いな。よし、いきましょう。いや、いや、ない人取ってね。俺はいらない。よし、あ、エメラルド変えようかな。うん、ゴーレムはみんなも、あー、ちょっと待て。俺乱射で行くわ。うん。ゴーレムはね、一人ぐらい持っとけば大丈夫かな。一人二人持ってれば。で、ここね、あー、槍が一番使いやすい場所だわ、ここは。よし、オッケー、ありがとう。ゴーレムでね、こう、飛んでもらってありがとう。おー、なんかめちゃくちゃ効いたね。そうか、俺まだ初期防具だから。危ない危ない危ない。初期防具だからやたら食らうんだ。うーん、ちょっと注意しとかないといけませんね。よし、 OK。 やっぱ地雷がさ、そう、自分たちにはダメージ食らわなくなったっていうので結構でかいよね、この変更は。めちゃくちゃ使いやすい。前だったらもうこんな戦い方できないよ。よし。そろそろ俺も防具変えようかな。こっちだな。俺も変えていきまーす。お、みんなバトルローブ。なんか、気が合う人ばっかりだな。亀でもいいかなと思うんですけどね。でも一応クールダウンつけて、後々何かいいアーティファクトがあれば、それでいいかな。うん。雪玉があったね。雪玉を2ぐらい入れて、マルチショットと、連鎖入れとこう。お、そっちから行くか。あ、やばい。俺だけこっちにいると、ダメだね。敵がこっちに来てくれないからね。OK。いいよいいよ。ゴーレムいい感じ。ゴーレムめちゃくちゃいい感じ。どこ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 やられた。よし、 OK。 ナイス。ちょっと一回出してるね。危ねえ。あっち側に結構なんか敵が固まってんな。なるほど。夜になって敵が出てきただけだったのね。OK でーす。あー、両刃物欲しい。でもささやく槍でもいいか。いや、うん、変えていこう。
OK。火力を上げます。ささやく槍で安全に行こうとも思うんだけども、マルチプレイだったら、多分、大丈夫じゃない？おそらく。どうだ？どんな感じに敵が来る？こっちないね。こっち来ないタイプ？いや、でもあっち側も多分来るね。おそらくね。おい。あー、危ねえ。食らってるわ。思い切り食らってるわ。あー、なるほどね。うわ、結構敵の耐久力が高い。うん、結構耐久高いっすね。やばいやばい、生き返らせるよりも生き残ることを考えてね。ありがとう。よし、あぶねえ。あー、ちょっと待ってー。凍結してたー。でもあとちょい、あとちょい、あとちょっとだよ。ありがとう。よし、いったいった。もうでも、もう終わりでしょ。いや、そっちまだ結構いるんかい。よし、でこれで終わりか。よし、 11回クリアでーす。なかなか耐久力が高い。ここはいいかな、ステイしようか。スノーアーマーの耐久力ももういいんだよな。スノーアーマーしようかな。俺スノーアーマーします。うん、タンブルビーがあったんで、タンブルビーを一応つけていこう。そうすると、ちょっと安全だね。うん。2ぐらいで十分でしょう。まあ、輝き入れとけ。安全のためのチェーンだ。おお、今回結構あれだね。支給箱が多い。てか、あれだよね。マルチプレイだから、こんぐらいの敵の多さだけど、ソロだったらここまで敵は多くないよね、多分。いや、これあんまりだもん、敵の多さが。ひでえもんだ。オッケー。よし、ありがとうありがとう。俺も取ろうかな。はいよ、先取って。よし、じゃあ俺も取るね。よし、おお、TNT 投げた？大丈夫？大丈夫ね？大丈夫ね？怖いな。怖いな。TNT が怖い。よし。終わり。よし、12回クリアです。まあまあ、全然いけてるね。で、次、商人か。で、無知がまた出た。無知出やがったな。いや、もう騙されない。もう騙されない。俺はこのまま行く。で、ユニークかな？ユニークだったら、まあ、両馬王のを変えていこうかな。うん、呪いの斧か、ワールウィンド。どっちになるだろう。呪いかな？いや、ちょっと待て、待て、待て、待て。乱射だわ。うん、乱射の方が絶対いいわ。マルチ入れとけ。うん。オッケー、オッケー。オッケーでーす。次はボスじゃないんだ。珍しいね。よっしゃ、ちょっと待って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 。オッケーオッケー。あ、でもやっぱりね、ハープになってね、一気に火力は上がった感じだわ。うんうん。やっぱ、ハープいいよね。ハープは間違いない。うん。すげえ使える。誰か凍結つけてる人がいるな。
か霊気か。なんか敵が凍結してるやつがいる。いい感じじゃないですか。今回矢が本当にねたくさんあるので、もう不足しなくてすごくいい。これソロの時は結構楽勝かもしんないね。あー、ここでパワーシェイカーか。まあ持っていくか。うん、あ、みんなパワーシェイカーか。あ、いや違う、虚無の矢筒。おー、なるほどね。確かに一人それだと安心感があるかも。どこに出てくる。あー、こっちかい。うわー、イリュージョンだ。嫌なやつ、嫌なやつ。ほんと、ちょっと待ってよ、待ってよ、待ってよ、生き返らせたいね。これが周りをちょっと消すから。うん、まずはね、エボーカーがいいね。そうね、ちょっと待って。 OKOK、 危ねえ。うん、1体になってしまえばもうこっちのもんよ。1体になってね、ブラインドがなくなってしまえばこっちのもん。ブラインドが本当に欲しいからね。よっしゃ、倒した。ナイスナイス。次行きましょう。あー、ここで流れ込む魂もあるのね。あー、で、ヌストがクールダウン付き。はい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 。3300。あー、いや、タンブルビーでいいかな。うんうん。このままいきます。ちょっと待ってよー。タンブルビーはいいか、ハゲンで。どんな感じだ。ここもね、結構戦いにくい場所だから、極力出たところですぐに消していける感じがいいよね。 OK。 おお、結構出るね。 まだまだ出るじゃん。あ、やばい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 。あぶね。ナイス。誰かあれだね、スタがついてる子がいる。黄金か。よし、多分あれだね、最初のスパイダーアーマーについたんじゃないかな。よし、ちょっと待って。まずは、おーいって、どんだけ出てくるのここ。やばいやばい、多いよ多いよ本当に。敵の数よここ本当、むちゃくちゃ多いじゃん。よし、でももう来ないっしょ。ああ、終わった。敵を16回。まあマルチだからかもしんないけどね。あ、バーストクロスか。いやいやいや、もうハープにしたし、こっちマルチショットついてるから。うん、メイス、うん、いや、いい、俺はステイでいきます。これ商人いつだろうね。商人は20回かな。20回にユニークがいるのかな。あ、やばいやばい、敵出てくる。OKOK。 ナイス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 。こういうところはね、それだよ、それそれ。パワーシェイカーでガシガシいくのが正解なんだよね、こういうところって。いいね。危ない危ない危ない。うわ、何ここ、ひどいひどいひどい。ちょっと待って待って、え、敵の数、いや敵の数えぐいな、ここひどいぞ。ちょっと待って、なるほどね、あそこのあいつをちょっと片付けないとこれどうしようもないぞ。やべえやべえやべえ、これはまずい。いや、これまずい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 。うわー、ちょっと待って、
これきつい。はい、ということでタワー初見ちょっと失敗でしたね。まあマルチプレイだからちょっと難しかったんでしょうね。うん、ちょっとソロプレイでもやってみようと思います。マルチはねマジで難しかったです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。